お嘘ついたべ、おいお前。あ、そう、階段あたり。最後らへんメインホールにいた人誰ですか？メインホールね。あ、ショボさんは絶対に今回はないよ。ですよね。はい。うん、絶対にない。おいめっちゃ引くやん俺なあ。ほんまかいな。はいや早すぎる。ちょっと褒めてほしいんですけど、僕はこの10秒で金庫タスク終わりました。おすげえ。すごい。これはでかい。早よ。俺含んだよ。何してんの？何してんの？投票でしょ。キルペース早めたいな。やっぱりでも。え？お嘘ついてるじゃん。おい、お嘘ついたべ、おい、お前、完全に嘘ついたよな。やってますね、それは。内部を、僕、嘘つき一人知ってます。この中に、嘘つきが一人います、ガチで。まさか、金庫タスク？金庫タスク、2回目言ってました。この終わるわけ、10秒で終わるわけないでしょうが。ガチで嘘ついてました、本当に。ちょっと言ってみただけだよ。インポスターです。これ、ガチでインポスター。いや、そう、言うと思ったから。だってそんなこと、そうそう、僕それ指摘されると思ったから、本当は終わってなかったんだけど、言って終わったって言っちゃったから、山下さんが嘘ついてるので竹尾さんに入れます。貨物の給油、あれフェイクタスクだけど一回言ったからね。あれこれもう一回ダメだろ、インポスターだろその発言も。あれ一回ちょっとそれバレちゃうと思ったから、2回目言ったらさっきのが嘘だったって。なんで竹尾さんはサボ直さなかったんですか？エンジン分けで一人行きましたよね。本当に許してほしい。サボーミスター M に任せるか。ドニキさんの目撃ありますか？見てないっすね。ないです。停電直した方は？僕が直しました。展望デッキです。その後武器庫でペテアスさんと会ってるので、最後は竹尾さんとも整理しましょう。はい、プテ宿舎前単脇。僕エンジンです。アーカイブ単脇です。チミヤ貨物多分一人かな。一人竹尾キッチン。メインが夏目トーヤオラフまで見てます。バイタル、あ、最後に言います。はい、どうぞ。あ、梅県キッチンで、あ、バイタル気になる。あのバイタル見てて、停電明けで、停電起きたじゃないですか。あの明けの時には誰も死んでなかったんで、はい、その後死んだって感じですね。停電明けてからってことですね。はい、停電明けてからの気持ち。アドミン情報を言いますね、アドミン情報。はい、まあ、ちょっとね、もうばらけすぎててマジで覚える気しなかったんですけど、うん、ボタンを押される2秒前に、アーカイブ以外に基本全部1ばらけてました。アーカイブには誰もいなくて、他のとこに11111って綺麗になんか分かる。ああ、なるほど。2秒前とかにいましたか。2、3秒前か3秒前とかそんぐらい。2秒前ラウンジ投野。藤宮シャワーです。シャワーキッチン、あ、違う、あ、金庫室。金庫室。僕2秒前だったらエンジンかな。エンジンだと思います。でそのオラフ君の心電図情報から停電明けから一緒にいる人は白取れるっていうなら、竹尾さんとプテさんって取れ合います？僕視点プテアスさんの白は出せる。でも、うん、プテアスさんからは僕視点、うん、僕の白は出せない、ね、でちょっとしょぼさんってエンジンどこら辺ですか？僕最後エンジン左側まで行って竹尾さんとすれ違ってると思う。あ、そう、階段あたり。最後ら辺メインホールにいた人誰ですか？メインホールね、2位ついてたんですよ。あ、じゃあ僕がメインだと思います。ああ、なるほど、うん、であと1人。あれ竹尾さんと武器庫すれ違ったっけ？僕あのあれかな、いや、じゃああれかな、あの左側いた？合ってると思うけどな、うん、まあいいキルはできたと思うからそこからだな。うん、しょぼすけさん怖かったですね。え、何が？殺そうとしました？いや、あのごめん、勝ち合っちゃったっていう、勝ち合っちゃったよ、ダンスしちゃった。いいです。え、オッケーです。あ、綺麗な話してください。はい、はい、他に停電後に目撃し合ったっていうのは？そうですね、それが欲しい。ない。夏目先生と宿舎前のダウンロードのところ、宿舎の下のダウンロードのところを見て、うん、僕はボタンを押しに行きました。
ので、うん、誰も見られてないゾニキさんを切りするのはちょっと難しいか、わかんない、うん、そうだね、ちょっと難しいかな。最後に金庫室に入ってきたのが夏目先生かな。じゃあ、あの1位最後地、はい、ああ、じゃあ、あってそうだ。やっぱ下位置右の方なんですかね。なんか左で結構、うん、みんな死にし合ってるなら、うん、そうですね。梅健さんのアドミン情報を生徒するんであれば、うん、プテハシショボスケタケオ梅健あたりはまあ厳しそうっていう。夏目先生とセンターさんも走っていいかな。センターさんから夏目先生の今位置情報出てきてたから、アドミン情報って言ってもアーカイブについてなかったしか出てませんよね。そうそうそう、うん、ちょっと僕そあんま梅健さん白置きできないと思うんですけど。いやもう下手すぎるマジアドミン情報。白置きっていうかなんかまあ、うん、まあうちも普通に一緒だったらね。アドミンの情報から推理するのをやめませんかってことですか、うん、そうですね、それは確かに、うん、でもそれだったら何も分かんなくない。ただそう2人一緒に2人一緒にいたよっていう証言があったら、そうそうそう、 ないんでしょう。それがその夏目先生と先端さんが一緒にいたわけじゃないです。まあその位置的に多分そこ、でも先端夏目は結構厳しそうですよ、そのキルタイム的にも。プテハさんがラウンジにいたっていうことなんですけど、僕貨物ラウンジアーカイブシャワーって言ってて、どういうルートでラウンジ行きました、はい、いやメイン脇で電気室で割とオラフ君とご一緒した後に先に電気室抜けて診察貨物ラウンジ、そっち回り、はい、じゃあ合ってなくても、まあ、つまりなんでまあ洗えないという感じです、ね、あれエレクトリカいましたっけ。プテハさん無理そうぐらい、うん、かえエレクトリカいました。アトエさんあいましたいました。メイン脇でエレクトリカ、先端さんと夏目さんも厳しそうぐらいです、ね、リードします。あキルするならプテかな。意外な位置、シャワー室、机のところの下あたりで先端の死体がありました。すごい位置だな、よく分かったっすね。たまたま光りました。タオル回収中にやられたみたいな感じ、多分そうだったかな。うん、そう思います。めっちゃ僕怪しいかも。どうですか、どんな感じ。アーカイブで僕と梅金さんと夏目先生が一回集合してて、でその後僕シャワーエレクトリカルって言って最終エレクトリカルなんですけど、その時多分それってアーカイブからメインに行くルートで光ります、うん、アーカイブからメインに行くルート、いやこれはね光らない人もいると思う、うんうん、僕が素晴らしく優勝だった今回は。僕はその時は光らない、まあうん、どっちってあのね左壁沿いだったら絶対開かない。じゃあオラー君からの後ろってじゃあ出せるんじゃないですか。まあ東野さんと夏目先生の二郎がじゃない限りは出せます。東野ですか。東野その付近いないですよ。いや、あ、トヤさんじゃないわ、誰でしたっけ、ムケンさんか、うん、ムケンさんが、はい、一応証言をすると停電があったと思うんですけど、その時に、シャワー室に武雄さんと梅健さんと僕は自分視点で見たのね、うん、はい、うんうんうん、で、停電を直しに行こうと思ったら後ろに武雄さんがついてくる形で多分停電を直しました、はい、そうですね。そのだから梅健さんはどうしたのかを聞きたいです。僕アーカイブでダウンロードして夏目先生でそこからずっとにいますね。そうです。てかその時に梅健さんはもう白証明されてるから梅健さん以外の話をしましょう。えってか、え、武雄さん停電の、あ、そうか、証拠機直しに行ったのか。そうですね、プテハさんと一緒なんで僕してプテハさん無理なんですけど、夏目先生からショボスケの白取れません。序盤すぎるから無理か、僕序盤すぎるから無理です。 OK です。え、今回夏目先生と梅健さんを弾いていいっていう議論でいいですか。二郎なら分かんないですよ、うん、ああそうか。藤宮さんって何してました。メイン脇でエンジンの方行ってから最後宿舎です。エンジンの配線タスクと給油タスクやってから、宿舎上がって最後ショボさんと合流したって感じ。そうですね、僕コックピット行って戻った時に藤宮さんいました。ちょっと話しない人の情報を聞きたいですね。はい、トイヤ話しないのでボタンを押します。オラフ君が、え、待って待って、え、今これ下にできてるよね。できてます、うん、通信室一瞬だけ光ったから、しかも僕通信室入って4秒ぐらいで出るたんだけど、入った時にはまだ光ってなかったから
まあ、とりあえず通信室周り、ショボさんが直してたよね。僕はもう張り付いてましたよ。ショボスケさん、うん、じゃあプテさん目線ショボさんは弾けるっていう。ショボさんじゃない、もう一個後ろにいた人だと思う、誰か分かんない。あれ？竹尾夏目が白取り合います今回。はい、貨物です。僕がさすぐ行っててずっと直してたから誰がいるとかちょっと把握できてないです。僕は金庫なんで浮いてますね。メキアーカイブなんで浮いてます。トヤミーティングです。トヤさんも弾けそうですね。うん、ミーティングだ。そうですね、トヤさんも直してるし、ね、時間的に無理だから、うん、で、すみません、正直でも僕も直してるから無理って思ってほしいんですけど、うん、あー、ショボさんは絶対に今回はないよですよね、はい、うん、絶対にない。そっかそっか。で、さっき昨日容疑者筆頭だったのが多分オラフ君で、それが死んだから、でオラフ君はなくて、うん、まあ、右下位なら藤宮東也、竹尾さんは絶対なくて、うん、夏目梅健ラインがあるんだっけ一応、うん、っていうか梅健さんの行動がちょっとよく分からなくて、シャワーで僕とプテアスさんは停電直しに行ってて、梅健さんが僕らが戻ってきたアーカイブにいたんで、はい、それまでの動きがあのダウンロードやってたっていう感じなんですか。メイン、そうですね、メインホールで藤宮さんとかと会いて、シャワー行って、うん、アーカイブでダウンロードしてただけだけど、正直まあ梅健さんと藤宮ローラーでもいいかなとは思ってますけど、うん、僕もなんかそこをローラーすれば絶対に釣れる気がするけど、ね、藤宮さんローラー対象ならあり、うん、藤宮さんね、なんでねシャワー室とかアーカイブすぐ行ったかっていうとね、僕暗室に入ったら暗室の左上に藤宮さんが行ってたんですよ。めちゃくちゃありじゃんじゃん。だからね、ちょっとね、なんか梅健さんと藤宮さんの対抗だけど、だって梅健さんがそのタイミングでその情報を言うのなんでっていう感じですけど。さっきも藤宮さんの場所をね、ちょっと一人だけ聞いたんですけど。ああ。逃げてたんですよね藤宮さんは。ああ、そっち入るんだ。僕右側行くんで、あとボタンに2人以上絶対行ってください。ボタン僕らに。ローラしてください。左側の。あいつ隠れてましたこの人。右行きます。これはやられましたね。ごめんなさい。ナイス。いいな。いや梅健さんが最後の最後でそんなこと言うから不幸になったじゃないですか。いやなんかね、いや僕クルーでもね左であそこ隠れちゃったりするからね。藤宮さんやっちゃったのかな。今の正解分かんなかった。めっちゃ緊張した今のシーン。危ねえ。いや藤宮さんのキルもナイスでした本当に。いやよかったっすね。